ガラス繊維ガラス繊維はガラスを誘拐、牽引して繊維状にしたものである。ガラス繊維はグラスウールとグラスファイバーの2種類に区分される。グラスウールは高い断熱性と不燃性から住宅などの断熱材として用いられる。グラスファイバーはポリマーや炭素繊維などの他の繊維と同等水準の機械的特性であるため繊維強化プラスチックの一種である。 ガラス繊維強化プラスチックとして使われる。軽量であるが高い強度を持つことから構造材として使用される。炭素繊維に比べると合成は劣るが、非常に安価である。繊維状にして使われる場合、一般のアルカリガラスでは、表面の劣化による強度の低下が著しいため、原料として使用されるガラスには、石英ガラスなどの無アルカリガラスが使われる。ただしグラスウール用途では、 一般のガラスも使用可能である。ガラス繊維はペレーの毛のように天然にも存在する。ガラス繊維の主な用途はプリント基板や繊維強化プラスチックである。プラスチックにガラス繊維を混合して固めることで、プラスチック単体では得られない高い強度と人生を持つ軽量な材料を得ることができる。ただし、強度については経年劣化が生じ、 使用開始後3から5年程度でも破損することがあるので、スポーツ用具やヘルメットなど人命に関わる用具に使用する際には注意が必要である。なお、グラスファイバーと書いた場合、案にガラス繊維強化プラスチックを指すことがある。かつては高価な素材であったが、日本では1970年代後半頃から、建築用の最高屋根材や小型船舶の春、釣竿など、 広く民生品に普及し始めた。ガラス繊維を面状や板状に加工して耐熱断熱材として使われるほか、スタッドレスタイヤの引っ掛き材としても使用されている。また、繊維としては引っ張り強度が比較的高いとされ、膜構造建築物などにも利用されている。その際、ガラス繊維単独では耐光性が不十分であるため、コーティングが施されることが多い。 熱的性質ガラス繊維を折った布地は重量に対する表面積の割合が大きいため断熱材として優れている。空気を閉じ込めたグラスウールは 0.05W 程度の熱伝導率を持つ優れた断熱材となる。機械的性質ガラス繊維は微細なクラックや表面血管悪化の原因になる水分を吸着しやすい。表面の傷は人生に大きく影響する。 炭素繊維とは対照的にガラスは破断するまでの伸びが大きい。細い繊維ほど遠征が大きい。アモルファス構造となっている。無機繊維であることからアスベスト同様の健康被害が懸念されており、ドイツなどでは法的使用制限を設けようという動きも見られる。しかし、国際眼研究機関の発眼性評価によれば断熱材に使用されるグラスウール、 FRP などに使用される超繊維については区分3に分類されており安全性は高いとされている。フィルターとして用いられる特殊用途ガラス繊維については区分2バイトに分類されているがこれはグラスウールや FRP 用の繊維とは全く異なるものである。一応有製造方法は直接溶解法とマーブルメルト法の2種類に分けられる。 どちらも原材料が固体の状態でスタートし、原料を混合しろで溶融する。前者は炉の中で溶けたガラスが直接ブッシングに送られて形成される。後者は溶融した材料をカットして、一度ビー玉状にして、圧延と冷却の後、繊維製造工場に運ばれて、再溶解し、ブッシングに押し出され、繊維状に成形される。二繊維形成ブッシングは、 ファイバーグラス製造における最も重要な工程である。ブッシングプレートやノズルが生産性に大きく影響する。をする。サイジングにより、ボビンに巻き取られる際に繊維に傷が入るのを防ぐほか、最終用途ごとに適したサイジング方法がある。複合材に使用する場合に、特定の樹脂との親和性を高めるサイジングもある。その後、約 1km、踏んで巻き取る。 3B ステープルの製法ステープルの製造は、形成器を出した後、熱や蒸気で繊維を破壊し、遠心力などで、綿状にする。ありがとうございます。